日本神奈川県横浜市製薬南製薬南製薬は神奈川県横浜市製薬の地名。現行行政地名は南製薬1丁目及び南製薬2丁目。住居表示未実施区域。郵便番号246-0034。製薬の南部にあり、最南部の日向山には泉区が隣接している。町域の北側は住宅地が広がっており、 南側に行くにつれて芝畑などのどかな風景が見られるようになっている。住宅地の地下は2015年1月1日の工事地下によれば南瀬谷1丁目17番7の地点で16万5千円平方メートルとなっている。1979年の町会町名地盤整理事業の施行に伴い瀬谷町の一部から新設した町。町名は地元の要望により セヤの南部に位置することから、南セヤと名付けた2017年12月31日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内には鉄道駅はないが地区には、相模鉄道三坂駅とセヤ駅、相鉄泉の線泉の駅や横浜市営地下鉄、ブルーライン立場駅行きのバスが利用できる。 また、小田急江ノ島線桜川丘駅も近接しておりそちらも利用可能である。また、地区の南側を東海道新幹線が通過する。ありがとうございます。